月ヶ瀬梅林月ヶ瀬梅林は奈良県奈良市月ヶ瀬尾山とその周辺に位置する梅林である。五月川の渓谷沿いに梅の木が広がる様から月ヶ瀬梅系とも呼ばれる。古くから有名な梅林で日本政府が最初に指定した名称の一つである。2007年現在約1万3000本の梅が栽培されている。月ヶ瀬周辺地図月ヶ瀬。 周辺衛星画像付きガセバイリンは、奈良盆地と伊賀盆地の境に広がる大和高原の北側、京都、三重、奈良府県境付近に位置する。奈良市中心部からは東に約 30km、三重県伊賀市中心部からは南西に約 12km の距離にある。大和高原北側の府県境付近は、木津川、水系なばり川の渓谷が続いており、特に、 月ヶ瀬梅林のある縄に川下流域は五月川と呼ばれ、深い V 時刻を形成している。月ヶ瀬梅林は、この V 時刻の斜面に広がる梅林である。月ヶ瀬梅景と呼ばれるゆえんとなった雄大な渓流は、鉱山ダムの完成によりダム湖の底に沈んだが、近年は、その月ヶ瀬湖の湖水と梅林が調和し、新たな景観を形成している。月ヶ瀬梅林は、 海抜200メートルから300メートルの高原である。高原の影響を受けるため、月ヶ瀬梅林に生育する梅の開花期は、奈良市中心部よりも半月ほど遅れ、3月の中旬から下旬に満開となることが多い。月ヶ瀬梅林の歴史については、歴史を参照明治時代に入る頃まで月ヶ瀬は、奪いの一大生産地であり、月ヶ瀬梅林は、奪いの原料となる。 梅の実を収穫する用途で規模を拡大していった。最盛期の江戸時代には、約10万本の梅の木が生育していたとされる。20世紀に入ると合成染料の発達により、奪いはほとんど生産されなくなったため、月ヶ世梅林は、観光資源として、利用や、食用の大梅の栽培に軸足を移した。1950年の名称祭指定時に、 月瀬梅林として指定された梅林の規模は、旧月ヶ瀬村全体で、畑573府で、約10丁3単8瀬、倍樹3108本である。2007年現在、この指定上の規模が変更されていないとの報道がある。1988年の月ヶ瀬、売景保障会概要によると、 月ヶ瀬梅林保障会管理対象の梅樹は約1万本とあり、名称に指定されていない梅樹が相当数栽培されている。月ヶ瀬村を合併した奈良市は2007年までに梅林の規模や衰退状況等を正確に調査した上、保存管理計画を取りまとめる予定である。また、指定統計第26号農林業センサスによると2000年の時点で旧月ヶ瀬村には、 約5.6ヘクタールの農業用梅林が存在し、21個の農家が梅を栽培しているとされる。ただし、農林業センサスの記録からは、月ヶ瀬梅系保障会の管理対象に、農業用梅林が含まれるか否かは読み取れない。月ヶ瀬梅林で栽培される梅の種類に関しては、1957年に発表された名称月瀬学術調査において、月ヶ瀬梅林では、 梅の実の収穫量の多い遅咲きの梅ばかりを栽培したために春に先駆けて咲く梅の花の魅力を感じられなくなったとの考察がなされている。梅生産末期の明治時代頃までは未改良の野生的な品種の梅が栽培されていた。野生種の梅化はクエン酸等の含有量が多く、梅の利用目的には適していた。しかし、 酸味が強いため食用梅としては、市場から歓迎されず、ういから食用を梅生産に軸足を移す足かせになった。結果的に多くの梅樹が伐採され、桑畑や茶畑に添削されていった。今も残る月瀬表示付近にて撮影月瀬梅林の所在地、月瀬は月瀬、月瀬、月瀬、月瀬と複数の故障、表記を持っている。2007年現在においても、 奈らしつきがせつきせという地名が現存している。この複数存在する故障、表記の統一を図るため、1968年に当時の月瀬村は村名を月ヶ瀬村に変更した。よって月ヶ瀬梅林の表記は村名変更の前後で異なる。村名変更後は月ヶ瀬梅林の表記が一般的であり、月ヶ瀬村子においても月ヶ瀬梅林。 月瀬梅林の表記で統一されている。しかし、名称の指定名称には指定当時の月瀬梅林の表記が残っており、2007年現在、月瀬梅林の表記は変更されていない。本記事では特に必要のある場合を除き、月瀬損氏に従い、月瀬梅林に統一して表記。一目八景から、梅と五月川を見下ろす新福寺月瀬梅林は、 月ヶ瀬小山とその周辺に広がる梅林の総称で実際には複数の梅林が存在する。ここでは月ヶ瀬ウォーキングマップより梅林に関わりの深い見どころを抜粋して紹介する。遠征姫の日月ヶ瀬の地に奪いを伝えたとされる遠征姫を記念する石碑である。名称月瀬梅林の石中国の名称に指定された際に混流された石中である。新福寺。 一目八景五月川と梅林が織りなす、景観が美しい場所である。宝浦梅林一目八景と天神梅林との間に、ある梅林である。天神神社、天神梅林天神神社は、神福寺境内に混流された天神社である。記録上、月笠で最古に梅を植樹した場所と言われている。月瀬橋。 旧月ヶ瀬村の中央で五月川を渡る橋で1893年に初めて架橋された。初代月瀬橋は木造であった。現在の橋は鉱山ダム完成前に架橋された四代目の橋である。うぐいす谷梅林月瀬京北岸の梅林である。古形市梅林、一目万本、場所奥比、春もやの景色とのの不活と、 梅と刻まれているが、松尾芭蕉が月ヶ瀬の地に来た事実を実証する資料は存在せず、本当に芭蕉の句であるか否かは、はっきりしない。竜王梅林、竜王の滝竜王の滝は、縁の行者の修行の地であったと伝わる。桃千の梅月ヶ瀬梅林で一番の古木であり、旧月ヶ瀬村指定文化財である。奈良女子大学教授の菅沼隆行により、 樹齢600年と査定されている。運慶山梅林月ヶ笠も河野に位置する梅林である。月ヶ瀬梅林の起源は古く、1205年に新福寺境内に天神社を建立する際、菅原道真の好んだ梅を植樹したとの句伝が残っている。この記録の真偽は定かではないが、桃千の梅が樹齢600年と推定されることから、 月ヶ瀬梅林の起源は少なくとも600年前に遡るのではないかと考えられている。1331年に起こった現行の乱で大敗を喫した五代醐天皇が笠木山から撤退する際、一緒に逃げてきた助官の一人が月瀬に滞在した。その助官が売れた梅の実を見て、月瀬の民に刑で使用される紅花染め用の奪いの製法を教えたという伝承が残る。 その約100年後の15世紀頃には五月川流域一帯は、奪いを作るための梅林で埋め尽くされたという。深い渓谷にある月瀬の村々には、工作地として利用できる土地に乏しく、厳しく取り立てられる、上農米を収める余裕がなかった。そこで、換金作物である奪いを生産し、奪いの販売金を銀納した。工作地として利用できない斜面でういに用いる梅を、 栽培し、限られた工作地では、自給食料を生産することで、自らの生活を守ったのである。江戸時代の月ヶ瀬梅系のスケッチ、月積章の形態型写本1884年、鹿田製七冠月ヶ瀬梅林が、文献上初めて紹介されるのは、江戸時代に入ってからである。1772年に神沢そのカナが表した、沖慰において、 月ヶ瀬梅林が紹介された。続いて、1803年に、大阪の受学者である、民宮中代が表した、東語では挿絵を添えて紹介している。当時の奪いは、収益率が良く、年によっては米や麦の数倍の値段となった。このため月ヶ瀬の住民は競って、梅の植栽を行い、奪いを生産した。今日は、文化、文政年代の月瀬周辺に関わる。 借用書には、梅木畑の入出記録が散見され、この時代には畑一面にまで梅が植えられていたことが伺える。1810年から1830年頃の最盛期には、月ヶ瀬梅林には10万本近くの梅の木が栽培されていたとされる。1819年、伊勢山田の学者であった、藩貫玉が記した、憂月奇跡では、月ヶ瀬の光景を、 以下のように記している。倍花草で、山にあふれた荷をはめ、ひひぞ朝日と角を競う。一大石体あり質感綴り老梅これを演布。天然の馬を毛筆をして、剣見て去るのをわざらむ。すでに村に入れば、岩壁ひもろぎ落ちの際香る雪はむの大山に、ややぶれば、最も絶唱たり。五月川の深い渓谷と万本の梅が織ります。絶景は、 次第に遠方にまで知れ渡るようになった。月ヶ瀬梅林の名称としての地位を不動にしたのは、素藩の儒学者であった、斉藤節道が1830年に表した書物、月石章の影響が大きい。津田などや、その同行者が月ヶ瀬を訪れて20年後に発刊された。犬、羊猿の二巻からなる書物で、全巻刊文、刊視であり、要書に、挿絵が入っている。 スタナ道や、その同行者はこの書物の中で月が瀬を激賞している。月積章は、明治、大正時代に至るまで、土産物店で手軽に購入できるガイドブックとして、多くの人々にもてはやされた。また、1932年発刊の市販漢文改正版、牧にと題する市販学校の教科書に、月積章の一部が使用された。21世紀初頭にも、 大衆館書店観光の漢文名作戦に収録されている。江戸時代頃の月ヶ瀬周辺の地図明治時代に入り、合成染料が伝来すると、奪いを用いた手間のかかる紅花染めは徐々に行われなくなり、奪いの価格は暴落した。梅樹の手入れはおろそかになり、二十歳に植えられていた梅は伐採されて、他の作物に植え替えられていった。最盛期に十万本を誇った梅林は徐々に、 衰退してゆく。しかし、風光明媚な風景を求めて、観光客はむしろ増えていった。月ヶ瀬梅林は徐々に、一般の人々の観光地に変化していく。一方、朽ちてゆく、月ヶ瀬梅林を守るための保存活動が、行われるようになった。上野町長を務めたことのある上野の事業家、田中善介は、林村の梅林を守るために、月瀬保証会を発足させた。しかし、 村民の意識の低さからか、梅林の伐採は収まらず、月瀬保障会の事業は頓挫した。1889年、町村制施行により、月瀬村が発足すると、奈良県知事、最初厚しや月瀬村長、奥田元吉らは、梅林の衰退を憂い、租税減免など、梅林保護の政策を実施した。熱意が高層し、月瀬村民は、自主的に、 月瀬保証会の運営を行うようになった。資金難から活発な事業を行えずにいたが、活動強化を目指し、1919年には財団法人月瀬保証会として法人改祖している。財団法人月瀬保証会の設立と時を同じくして、月瀬村当局も売林の保護に関心を持ち始め、政府に対して名称指定への陳情を続けた。 以上の努力の結果により、1922年、当時の内務省は、日本国が指定する初めての名称に、奈良公園、兼六園と共に、月瀬梅林を指定した。梅林の保護は軌道に乗り始めたかに見えたが、1937年、頃からの戦時統制の時代に突入すると、食糧増産のために、梅の木畑は半ば強制的に伐採され、工作地に姿を変えた。 そして、戦前は2万本と言われた梅の木は戦後は半分以下まで減少した。稼働中の鉱山ダム1953年に当時の建設省から木津川総合開発計画が発表された。大阪平野を洪水から守るため、木津川支流に水量調節用のダムを建設する計画であった。この計画には、名張川の鉱山ダムが含まれており、計画の実現は、 月ヶ瀬梅景の水没を意味した。月ヶ瀬村では村を挙げての反対運動が行われ、奈良県やマスコミも声を上げたが、下流域の安全確保の大義の前にして、ついに水没を回避することはできなかった。約10年間の交渉により、梅林の復元と新生月ヶ瀬の再建を条件に、鉱山ダムの建設工事は開始された。月ヶ瀬梅林品種園鉱山ダムが完成すると、 約三千八百本の梅がダムの底に水没することになる。水没する梅林を保証するため移植可能な古木を現在の月ヶ瀬小山天神の森付近や月ヶ笠傘散山付近に移植した。また、月瀬村内各所に新たな梅林が設けられた。また、梅林を保護する立場である月ヶ瀬保証会は戦中戦後の混乱から休眠状態に陥っていたが、 新生月がせバイ梅林を盛り立てるために活動を再開した。鉱山ダム工事中には水没する前の月がせの姿を一目見るために多くの観光客が押し寄せた。最盛期には1日あたりにから3万人の観光客で賑わった。ちょうど自家用車が普及し始めた時代であり、駐車場不足により中学校の校庭を駐車場に開放せざるを得ない状況であったという。 鉱山ダムは1969年に完成し、5月側の渓谷は月ヶ瀬湖に変貌した。渓谷が沈んだ後も月ヶ瀬梅景保障会や観光協会による梅林の管理保全、一植梅樹や養木梅の育成が続けられている。また、月ヶ瀬梅林は1975年には奈良県立月ヶ瀬上野山自然公園の一部に指定された。 名阪国道の開通や県道、広域農道の整備などにより、交通事情が改善したこともあり、1988年には、推定観光客10万人以上を見込める観光地となっている。今では、月ヶ瀬湖の湖水と育成した梅樹が調和し、新生月ヶ瀬梅林が観光客の目を楽しませている。詳細は、月ヶ瀬村を参照バスは、JR 奈良駅、 近鉄奈良駅から奈良交通が、上野市駅から30交通が出ているが、いずれも1日数本の運行である。完売期には奈良方面からの路線が増便されるほか、月ヶ瀬口駅と名張駅からも臨時便が出る。ありがとうございます。